はい。皆さん、こんばんはスマホ配信者のグズでございます。え今回ね、ノブナガガンダム、えエピオンダークマスクバージョンがね、完成したので、え見てみたいと思います。はい。見てみろやということで、こんな感じですね。えダークバージョンなんで、マスクつける前のね、状態ですね。こんな感じで、ノブナガのね、普通バージョンなくて、まあ、こっちでちょっと申し訳ないんですけども、ちょっと暗くなってるんですよ。普通常ね、ちょっと白いんですけども。 黒いバージョンでうん、こんな感じになってます。まあ普通の胸ムナガとあんまり変わらんかな。多分ね、知らないけど <laughs>。マントもね、こういう風に分化されてて、うん。でもね、やっぱり SD ガンダムやったから、ちょっとカチッとしてて、まあ動きがね、まあ固定されてる感じかな。近く意味こんな感じで、えま、ー、っすぐで横。で、後ろ。で、上は髪の毛があって、下。 で、反対側で。反対側には、か、ね、刀が収められてます。これはね、えー、っと、まあ、抜くことで、持たせることができます。よいしょ。ここがね、ちょっとパーツが、ちょっとここね、乾燥しやすいので、避けながらするとね、こういうふうに。信長なんでね、あの、ずちっとして、どっしりとした構えで、結構、すだちでも、すごくかっこいい。うん、かっこいい。 結構自立もするかな。ちょっと後ろに思ったらいいからね。前で。ああ、です。まあ自立はしますね。んこんな感じで。横のね、これが、マントと形状があってて、こっちがまた違う感じで、非対い衣装になってるとこもかっこいい。顔もね、ダークでかっこよくて。シールね、そこそこあってね、まあめちゃくちゃ貼りにくかったですね。ここ、こういうとことかがね、余ってると、どうしてもこういう風にぐちゃって ってなりがちなんと、胸のとこがどうしても張り方がわからなくて、ちょっとぐちゃってパーツを押し込んだ時にぐちゃぐちゃになったりしたり。うん。まあ、それでも、貼ることで全然見た目がね、変わりますね。で、えっ、ー、とね、ダークマスクつけるんですけども、えっ、ー、とね、最初ね、ちょっと外しにくいのでね、頭を外す。外らなくてもできるんですけど。で上のパーツは、この角から、これだ、この上だけじゃなくて、角からえっと外します。 そしたら、これどうやったかな <laughs> えっと、ここ、ここのジョイントと、ここ、ここの、ここを隣接する。このパーツは、えっ、ー、とね、外側になるのかな外側に、まあ。こういう感じで、あれ。 で、えっとね、こういう感じで、そう。多分こう、ちょっと待ってね。ここへね、上から、こんな感じ。これもちょっとこっちやったっけ。どうやったっけここがね、なんかね、合うのよ。ここが、あ、そう、ここか。ここか。ここが、このね、横がガスった。 で、この、これがメガネ状態になるんですよね。これちょっとやばいん、ね、で。この状態で、頭を元に戻す。えっとね。こういうふうに。そうすることで、マスクが完成して、ツナが伸びます。で、これを頭を戻す。SD ガンダムの場合は、ここがね、この部分が割とこう動くようになってるんですけども、ちゃんとまっすぐした状態ではめた方がいいかな。 ガチッと。よいしょ。こんな感じです。で、この武器は、この武器が、このエフェクトパーツは、えっと、刀にも付けることが、ここかな。この、ちょっと見にくいけど、このジョイントを使って、こんな感じではめることができるんですけども、あ、これでもしてもあんまりね、かっこよくなれん。こっち側からしかはめられへんので、 これがね、はめにくい。これが、えー、っとここか、こんな感じで。<laughs> こっちからね、ちょっとね、ぶっかい、こうなるので、これはやめて、これの、えっとね、どこやった どっかはめるあ、と,とこそこか。手か。手の、ここここのとこと、この穴を、ピンセット、つけることで、これもはめにくいからね、ここも。はい、ここれで、ここをまっすぐにしてから曲げると、後期のヘクトみたいなのがバーって出てる状態でます。これがノブナガね。 こんな感じでダークノブな感じ。かっこいいよね。ちょっと青と黒で。マスクつけるときで、全然形状が変わります。うん。普の生えて。いかにも悪者っぽくなって。おー、すごく強そう。これは好きだな、僕。髪の毛ついてるしね。うん。裏見ても結構こいあるし。うん。何もポーズせんでもカチッと決まるっていう。 ちょっと独特なキャラ、うん。ちょっとポーズつけて、うん、こんな感じで。浮いていくといいんじゃないかな。<laughs> ちょっと重たくなる。前鏡ね。なので、今回ね、以上です。今回紹介したのは、ね、エツリーガンダムワールドヒローズの、ノブナガガンダムエピオン、あ、ごめん、ノブガガンダムエピオンダークマスクバージョンでした。また見てな、じゃあね、バイミー。